何歳なんですか。はい、何歳なんですか。誰ですか。誰がですかってお前と同じくないじゃん。僕の山さん怒られたなんで僕ですか。全部お前が悪いんだね。僕が悪いですか。あの件ですか。あの件ですか。あれもあれが悪いですよ。向こうが来る方が悪いですよ。ちょっと怒られたくなるから。ちょっとあのですね、視聴者の皆さん、ちなみにですけど、まあ、うちあの YouTube で動画で上がっとるのがね、まあ、安全帯やっぱ使ってないっていうので、まあ、注意を受けて、まあ、いろいろ意見もあるけど、まあ、動画の中ではうちは使うとか使わんとかさ、まあ、エンターテイメントでしょこんなものはって、仕事中は使ってるよとか、まあ、いろんな言いたいことはいろいろありますよ。で、まあ、動画の削除命令とかいろいろあるんですけど、まあ、今そこは話し合っとるんですけど、今後うちの YouTube については、はい、全部安全帯使った動画を上げましょうと。民間の工事もきちんと安全帯使おう。はい。今後ね、まあ、うちももちろんあの下請けの工事は安全帯 100% 使ってたの。使ってますね、100%、うん、だからそこには撮影ももちろん入ってないし、はい、使ってないのはエンターテインメントとして、まあ、現場に行った時は面白おかしく動画撮らなきゃいけないから、はい、撮影の1時間だけとまた作業してる時は違うと思うんですけどね。そうですね。今後は、はい、まあ、安全帯全部きちんと使いましょうっていうことはやってるわけだね。そうですね。これからも、もう撮影中もだからちょっとね、あの面白おかしいちょっと対決とかああいうのがちょっとできなくなっちゃうんですけど、はい、うん、まあ安全だからいいっていうのもあるけど、まあ動画の時だよね、あくまでも YouTube っていうのはエンターテインメントとして楽しんでいただければなっていうのも一つあるんですけど、はい、これ10万チャンネル登録を機会に、はい、きちんと安全帯使う動画にしましょうっていうことを、まあ、社員徹底してるわけですよ、はい、で会社としても、まあ、島の解体組み立てでもね、はい、解体ってもうちゃちゃっと1時間半とか2時間になっちゃうでしょ、はい、こやつ貼っとるって、まあ、分かるんだ、あの民家でな。民家はまあ、うん、偉いっていう、まあまあそれがまあ当たり前なんですけど、うん、法律上であんた2メーター以上、2メーター以上ですね。ということは1段目はいいんか。1段目もあ腰から上の高さじゃなかったっけ、確か安全帯は、はい、トラックも本来やったら安全帯使わないといけないですよ。そうでしょ、はい、誰が決めたんですか。法律が間違っとるわ、まあ、ほんでもう来ちゃってもう解体物件でも、はい、安全帯使おうっていうの今教育してるわけね。今教育してますね、まあ、実際にまあ、はい、現場のまあ、今その安全帯使ってるかっていうのをまあ確認しようってことでしょ、はい、そうですね、うん、確認するための動画ですね。確認するための動画で、はい、でもしこれが使ってなかった場合はあの文字になってますんで、そうですね、皆さんにお会いすることはないと思いますけど、はい、であの次の日 あのライブで小あたりが顔パンパンになってるっていうバキバキになっちゃってヒュー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 って言ってそういう動画上げてますヒュー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 って言ってで、もうつけ、どれぐらいつけ、あとはい、もうあと5分ぐらいつけます、5分ぐらいつけ、5分ぐらいさすがに、じゃあ現場にワープ飛ばしてる、はい、もうチンタラチンタラしてる、嫌だから、じゃあ現場にバッ、そんなんで飛ばんのなんだとりあえず現場飛ばしやな、はい、もう待ちきたびれるから、じゃあ現場に行ってみたいと思います、うん、レッツゴー。おいやばいっすよやばいっすよおいなんだお前このワープ、はい、やめろ、いや多分あれっすよ、あれと一緒っす、あれと一緒っす、あのハリーポッターと一緒っすハリーポッターその後そのシーンあったいやなんかこうやってなんかおまじない間違えて、うん、口からカエルが出るシーンみたいなそう結構長めだったし結構長めソフトタッチだったしなんならもうちょっと寒かったらいいかもしれないですけど、ちなみに安全帯使っとるかや、はい、安全帯使っとるかや、いや使ってると思うんですけどね、使ってなかったらボコボコっす、もう音は聞こえるよね、はい、おやっとるやん、上がってますね、マジ？やった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 これからきちっとやっていきますっていうふうで、まあ、話しましょうか、はい、もうしょうがない苦情入れんでいいと思うけどね、そうですね、入れてもしょうがないですもんね、だって自分たちのためになら、なんもかわらない、そんなことより仕事しようだわ、はい、そうっすマジでちゃんとお前も結構細かく言っとんな、いやもういつも言ってますよ、嘘つくんだお前いつもどうだろう、お前同じやっといいな、もういつも言ってますよ、なんで、なんて言ったんですか、いや、ぶち殺すよ、おやつ持って考えたらぶち殺すよって
だよ。みんなに足を踏んで、お前してやったりだろうな、お前。またインスタ湧くかなと思ってんだろ。女性のファンが増えるかなと思ってんだろ。ちょっと増えるかな。ちょっと行って、ぶちくろうぞ。インスタでお前の女の子が増える風な感じで、はい、女のファンが増える風な感じでちょっと行ってみて。ぶち殺すぞ。これでインスタやってますんで。お兄さんもお願いします。お兄さん、女の子がラッキーで、僕もいらないですよ、本当に。仕事関係でつながりたいんで、インスタでも。終わらせたしんやん。はい、終わらせたしんやん。お前これ900くらいは大丈夫ですよ。900は900くらいでしょ。この高さ600くらい。隣はゼロだな。隣は床だな。隣からしたらゼロです。マジでしろよ。顔が安全じゃねえぞ、お前。顔が不安全。顔が不安全だぞ。こっち持っとるよ、こっち持っとるでいいよ。はい、すごい、安全にしてほしい。はい。あ、はい。あ、ちょっとピコハンマー忘れたもん。ちょっと隣そうか。もう一回忘れ貼って。それそれそれ、本当に本当にドザブだよな。ドザブっすね。ガシンコドザブだよな。やるね。なんでお前第2話見てくんす。経験しますか。ちゃんと言ってる。どれぐらい言われ、どれぐらいの頻度で。結構帰り毎日言われますね。お前なんかめっちゃいいんですよ。交通処理柔軟剤です。めっちゃいいんですよ。下手、あの下に削っちゃう。下に削っちゃうよ。なんかこれで炎上したあたりから下に削っちゃう。なんかめっちゃいいんですよ、こいつと思って。女の子みたいにするやん。めっちゃいいでしょ。ほんとに視聴者分からんと思うけど、いや、なんかめっちゃいいでするのこいつって思って、さっきはなんか俺チャッチャしとんだもんね。なんか女の子本能的にボロボロってやるもんね。わらわらってなって、めっちゃいいですな。柔軟剤、はい、そうな。ほんで何、毎回ミッチが安全帯使えよって。そうっすね。これなんか無理やろ。まあ、安全帯毎日使ったら、まあ解禁賞が10万円で、あ、解禁賞が10万円で。いや、でも何感で違います。ケイバーバーガラの音声も見たぞ、お前今日。よっしゃ。音声動画だって、お前俺になんかゴタゴタ言っとったな、動画で。違います。で、僕はカンペ考えたんです。カメラマンカンペ用意してる。そう、社長が結構本当の泊まりだろ。どこ行ったって言った。西尾っす。西尾、はい。お前、今のライブみたいな関係ねえだろ。関係ねえだろ、言わんと。お前コメントが入らない。いいよ、俺金払うんでいいよって言われて。あのライブも、まあアーカイブしちゃったら関係ない。はい、うん、まあ、ぜひライブも今不定期だと思うな。たまたま土曜日金曜日金曜日っす。お前もらんかったのか。お前らだけでやろうかって1000人ぐらい超えて、わーって見られて、はい、4時間ぐらいライブやった。3時間ぐらい。2時間50分2時間50分、約3時間、はい、約3時間のライブで通知してくれとると、まあちょうどみんなも見れるから、はい、あの通知っていうの、何、通知オンとオフっていうのが設定できるから。設定できますね。そうすると要はライブやった瞬間にポーンってライブ始まったよみたいな感じになるらしいんで、はい、ぜひあの通知機能を使ってください。で、はい、結構まあ週1ぐらい今のところやってるだろ。週1も、まあぜひ通知もらって、またやるんだろ、はい、俺らに見て。結構プライベート感あって、みんな良かったってコメントあるけど、お前からなんですよ。はい、僕も来てくる。来てくる。嘘、なんで誰がやるさ。トシ君うるさいです。これカットしよう。カットしよう。誰がやるさ。誰がやるさ。トシ君やば、お前知らず怒るぞ、あれ。あ、ちゃんと謝りましたね。なんで、また謝れ。これの子もトシ君、トシ君で謝ればいい。はい。ちゃくちゃちょっとな、お前。今日のこの安全帯についてどう思いますか。まあ、素晴らしいですね。うん、素晴らしいです。やっぱり、まあ、いつも言ってる甲斐があるなと思います。まあ大変ですけど、まあ、安全帯使っていこうかというので、まあ、民間で使っとるところで、まあ俺あるかないか、まあ、ちょっとね、これまた動画だもんで注意されるとかね、まあね、使えるところは使った方がいいなと。これ 100% 無理だと思うんだ、はい、ここだって狭いところもあるし。まあ狭いところは無理です。クランクしとる部分もあるし、まあ、そうすると、まあ親綱は張れんでも手すりにつけていくってなると、はい、まあ二丁掛けでどこまでやってくるかっていう世界もあると思うんですけど、はい、まあ言って俺はでもゼノコン育ちだよね。ずっとこれでやってたからね。二丁掛けで絶対ずっと決まってる、はい、俺クラスになって四丁掛けだった。四丁掛けだった。何も見えなくて。四丁掛けクラスだった。そんな感じです。今日の動画はまあこんな感じになっちゃいましたけど、はい、まあでもいい動画だったな。はい、まあそうですね。うん、でまた、まあ、できるだけ足場も、あれはさ、もうあくまでエンターテインメントで、じゃあ解体一気に5分チャレンジとか10分チャレンジとか、はい、一気にやろうぜとかで、まあいろいろある中だなんだなんだよね。そうですね。まあ、なんかあるから、まあ、全体のことごちゃごちゃ言わないでねっていう部分もあったと思うんですけど、まあ、これから今後、はい、やっぱりよりね、建設業界盛り上げましょうっていう意味では頑張ってますんで、はい、まあその、
偉いっていうよりは、まあ、なんか一緒にぜひ応援してくれたらやっぱりやる気になるじゃん、はい、おそやさんとかもね、まあ、建設業界って結構ぐち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 言われる世界だけど、はい、楽しくやってるやつがいっぱいおるから、まあ、そこを盛り上げていきたいなと思ってますので、ぜひまた応援、チャンネル登録、いいねか、はい、いいね、よろしくお願いします。お願いします。ではまたね、またね。チャンネル登録お願いします。